店ないやん。これ上にね、指揮官って書いてあるものがある。これシークワーサーですね。台湾だったかな？台湾が指揮官って言うんじゃなかったかな？ちょっと忘れました。ええ加減ですいませんね。はい。これ車夫です。これね、私最初見た時にマジカルチャーショックを受けました。これなんじゃこらと思って。何この形みたいな。こうオフなんですけど、こう圧縮夫ですね。さすがにあれでかいんで、圧縮して売ってます。これ実は、車夫を圧縮した状態で売ってて、これボワー膨れるんですけど、ほんで車に夫に戻るわけで、筒状のちくわの化け物みたいな形になりますけど、なんで沖縄だけね、こんな形なんでしょうね。非常に不思議ですよ。なじだと四角ってバンバン切ってあったりとかするんですけど、沖縄このちくわの化け物みたいなのが定番中の定番ですね。うん、なんか、ね、不思議ですね。これはね、きびですね。きび、そう、きびですね。そうそう。これご飯と混ぜて食べたりとか、あときび餅って言ってそう使うんですけども。はい。あと、まあ、次行きましょう。ああ、見つけました、これ。これね、白さが光るブルーダイヤ。これ、30年、40年前はみんなこのでかい洗剤だったんですけど、最近泣いちゃうとでかいやつ売ってないですよね。で、沖縄では今でもこのでかいやつでガバガバ洗剤を入れて使うっていうスタイルが今でもあるんで、今でもこれ沖縄限定で売ってるんですよ、ブルーダイヤ。もう泣いちゃうとないんじゃないかな、あのでかい、こう、ブルーダイヤとかあの辺のシリーズは。普通の3倍も4倍もガサガサ入れて使うっていうのが、こう、洗ってる感あるんですよね。お、いいもん見つけました。これね、カトリセンコでサイズがでかいんです、沖縄は。はい、わかります。ちょっと比べづらいんですけど、これジャンボサイズで、これわかります。これもジャンボですね。はい、沖縄のカトリセンコってね、特注サイズっていうか沖縄限定なんのかわかんないんですけど、でかいんですよ。右がノーマル、左がジャンボ。はい、今上乗せてみた見たんですけど、こうそう今持ってるのがそのノーマルサイズで、これビッグサイズですね。だいたい沖縄みんなビッグサイズ買う人多いんですけど、でかい方が長持ちするし使いやすいっていうのはありますね。あとこうね、もう沖縄ほんと虫との戦いなんで、もうね、殺虫剤とか、ああいうもんはもう山ほど使ってますよ、うちは。もう何年間いくら使ってんのかな、その殺虫剤系のもんとかね。あとこういう柔軟剤だったりとか、もうでかい。はい。だから沖縄こう、なんすかね、汗かくし暑いし洗濯多いし、みたいなとこもあるんで、だから洗濯もしょっちゅう洗濯して乾かすみたいなのがあるんでね。はい。あとお弁当です。沖縄のお弁当も結構変わったものが多くて、これジューシーおにぎりですね。要は火薬おにぎりってやつですね。で、上にあるのがスパムおにぎりですよね。はい。あとですね、沖縄のお弁当はね、安いです。で、量がすごく多いです。セブンイレブンのお弁当みたいに底上げしてません。これ、ぎゅうぎゅうに逆に入ってるぐらいで。ただ、沖縄のお弁当はね、油ぎっしゅ。めっちゃ油ぎっしゅですね。野菜がやっぱ沖縄ってすごく高いんで、緑がない。みんな茶色みたい。これなんか茶色でしょ？おにぎりとフライドチキンみたいな。非常に定番の沖縄では取り合わせなんですけど、はい。美味しいんですよ。体に悪いもんは大概美味しいんですよ。はい。あとは、まあ、このサバだったりとか、こういう一品物。おー、うまそうですね。ほんで、油もんはね、結構沖縄ではすごく多くて、なんで多いかっていうと、油もんって腐りにくいじゃないですか。ここ暑いんで。なんで、けど油もんが多いですね。お寿司も、いなり寿司も売ってますね。はい。あと、沖縄の稲荷寿司って言うほど甘くないんですよ。内地の今、稲荷ってかなり甘いじゃないですか。こっちの稲荷ってね、言うほど甘みがないっていうのが、甘みがないというか、甘みが薄いっていうのが沖縄の稲荷寿司の定番ですよ。あ、コロッケ。いや、コロッケ大好きで私ね。買って帰ります、これ。はい。はい、お買い上げって感じですね。はい、で次に行こうかなと。ここに油もずらーっと並んでるでしょ。いやー、美味しいけど体に悪いんですよね、いっぱい食べるとね。はい、もう一回ちょっと弁当とこに寄ってですね、ちょっともう一回もう一個買おうかなとか今考えてますけど、わかりますかね、緑がない、ほぼほぼみんな茶色か黒いみたいな。うなぎ弁当とかも売ってますけど、だから沖縄の弁当ってね、緑がない分量がたくさん入ってて油もんが多くてですね、胸焼けするかもしれませんけど、もう満足度が非常に高いっていうのは
大体沖縄のお弁当ではあります。わかりますかね、これ缶詰文化だっていうのが。もう缶詰山積みでしょ。あとこれ緊張るとかああいう系のこう殺虫剤もずらーっと並んでるでしょ。もうどれだけ需要が多いかっていうのはこれ見てよくわかりますよね。一番目立つところにスーパーのところに置いてありますからね。あと和菓子、やっぱ年寄りが多いんで年寄り和菓子好きなんで意外に和菓子もメインのところに置いてありますね。で今から、生産しようかと思ってます。はい、今から生産してもらいます。はい、どうぞ。はい、もう生産終わって今外出てきたんですけど、外これ目の前にねビッグワンっていうお店があるんですよ。これ、金秀の目の前に。これビッグワンってどんなお店かっていうとね、沖縄系のドンキホーテですね。だから大体売ってるものはドンキホーテとあんま大して変わらないっていうのはありますけど、ドンキよりは規模はやっぱちっちゃいですよ。石垣はねドンキホーテ5年ぐらい前できたんですけど、それまではみんなこうビッグワンにみんな行ってたんですけど、最近だから石垣はねビッグワンはちょっとお客さん少ないんじゃないかな。ドンキホーテができたおかげで、だからちょっと経営厳しいんじゃないかなとは思いますけどね。みんなドンキホーテに行っちゃうんで。で今からご飯食べようかと思ってですね、トラベラーズカフェってとこに行ってみようと思ってるんですよ。実はカレーが美味しいって前から聞いてたんですけど、もう何年10年ぐらいやってはるのがここね。一回も来たことないんで、これを機会に食べようと思って、今ちょっと行こうかなと思って入ってみて、おお、一応ね、ちょっとおしゃれなカフェ的なとこですけど、で今ちょっとこうメニュー的に選んでますけど、いや、やっぱカレーが美味しいんで、やっぱカレー食べようかな、みたいなとこあるんで、今見てますけどね、はい。はい。どうしようかな、みたいな感じですよ、正直なところ。まあ、一人でぼっちで来てるんで、こうがっつりこうが、やっぱりこう定番のチキンカレー、ここ行っときましょう。やっぱチキンカレー。いやけど下のバターチキンカレーとかですね。あと別にこう、おなんかうまそうですね。はい。え、何これ、蜂蜜クリームアンシェ石垣とかね。あとベトナムカレー、あと車エビカレー。いや、ここはブレちゃダメですよね。ここはブレちゃダメで、やっぱチキンカレー。これ定番のチキンカレー。いや、隣に車エビカレーがあったとしても、チキンカレー。はい、もうこれチキンカレーも決定です。もうチキンカレー、はい、来ました、チキンカレー。うわあ、うまそう。いやー、かなりうまそうですね。なんかね、もう前からずっと美味しいっていうのは聞いてたんで、ちょっとこう今回すごく楽しみできてます。はい、いただきます。それではじゃあ私今こんな感じで、今石垣を買い物してご飯食べて、帰るとこですが、あー美味しい。なんで皆さんいかがお過ごしでしょうか。竹富島家主のチャンネルでした。ありがとうございます。それでは失礼いたします。